カズージ君、また勘兵衛と言い合いしたんだって。はあ、もう少し勘兵衛に優しく接してあげられない？いえ、軍師も主も奴に甘すぎます。もっと手厳しく接されてはいかがです？う、そう見える？僕も別に甘やかしてるつもりはないんだけど。奴の才を褒めそやすばかりでは羽柴に未来はない。弱みを気づかせる必要があると俺は。なんだ、カズージ君はカズージ君なりに勘兵衛を導こうとしてくれていたんだね。あ、俺はそのようなつもりでは。確かに高難織り交ぜて接する方が勘兵衛のためになりそうだ。ありがとう、カズージ君。そうですか。